合ってるじゃん。勉強しましたから必死こいて。いいね。ちゃんとできてるね、前回間違ったところ。はい、うん、いやもう苦手だったところも、うん、あの重点的に勉強して克服したんで。え、いいじゃない。すごいやる気だね。はい、もちろん。じゃあちょっといいですか。あ、うん、どうしたの？これ。え、すごい、100点じゃん。はい、めっちゃ勉強したんだね。はい、しました、めっちゃ。すごいじゃないの。そこのあの、うん、プリントとかもこれ全部、うん、全部あの間違えないでできるようになるまでこれ全部やったんです。え、すごいじゃない。カンニングとかじゃなくて？いや違いますよ。いやちゃんと途中に全部書いてあるじゃないですか、答えだけじゃなくて。うん、確かに。はい、あれからずっと勉強してたんで。頑張ったわね。はい、頑張りました。うん、すごい。うん、これもう完璧ですよね、100点だから。え、もう完璧よ。あ、ですよね。うん、あ、じゃあいいですか。え、いや100点だったらもう文句なし。痛いの？覚えてるじゃないですか。可愛くてつい、ごめんね。いやいや、でもいや当たり前じゃないですか。もうこれ見てくださいよ、それだけに決まってるじゃないですか。すごいね、でも100点って。休みだ。これでよし。あ、失礼します。あ、どうも。どうも。ちょっとお茶入れたんで休憩出まして。ありがとうございます。お、何これ。あ、そうなんですよ、たかしくん100点取って。100点すごいですよね。すごいでしょ。だどうせカニングでもしたんだろう。違うよ、勉強頑張ったんだよ。お前が100点なんか取ったことないだろう。だから頑張ったんだって、先生のおかげだよ。そうだよ。何しに来たの。じゃあ、せっかくお茶、冷たいお茶なんで飲んでください。いただきます。最初に出しといてよ、だから。飲むよ。せっかく入れたんだから。飲むから、飲むから早く出て。じゃあ、いただきますね。あ、どうぞ。はい、ありがとうね。100点はすごいな。すごいですよね。分かったから、後で見せるから。早く出てってよ、もう。いや、そんなこと言ってて。大体、なんで途中で入ってくるの。最初のお茶どうしてくるの。休憩するかなと思って。いいからちょっと落ち着くから飲めよ。それ勝手にこっち、なんでそっち勉強の邪魔だって。せっかく入れてきてやったのに、こんな態度か。最初に出してって言ってんの。なんでいいから飲め飲め。でいつも飲むけ、なんで飲むの。おちゃん、ありがとうございます。あ、いい。はい、はい、じゃあ飲むから。いや、これ結構高いお茶なんだよ。あ、そうなんですね。もう美味しいです、すごく冷たくて。あ、おかわりもあるんで、どうぞ飲んでください。あ、ありがとうございます。本当にいいお茶なの。そうだよ。え、これいつものお茶じゃない。いや、お前にはまだ味わかんないんだよ。もう絶対いつものだよ。なんだよ、違うっつってんだろ。本当にお前違いのわからない男だな。いや、お父さんだっていつも間違えて入れたんじゃない。違う違う。
まあいいよ、分かった。あの、ありがとうね。じゃあ勉強すっから。ああ。ね。じゃあ高橋のことよろしく頼みます。はい。は早く出て。早く。はいはい。はい。ドア閉めて。なんかいつもなんか邪魔してきてすいません。え、優しいお父さんじゃん。いや、なんで途中で来るんですかね。そんなことないよ。さあ勉強しよっか。ねえ、はい、さっきからあくびすごくない？あー、なんかすごい眠くなってきちゃって。ねえ、眠たそう。すいません。てかこの部屋結構暑くない？なんかすごいムシムシする気がする。暑いですか？うん、多分暑いから眠たくなるのかもね。かしくん、ちょっと止まってるよ、ペン。あ、すいません。おーい。はい。あ、すいません。大丈夫？あ、大丈夫です。一瞬寝ちゃってました。大丈夫ですか？なんか暑くて。ちょっと、ほら。